どうも秋田健です。本日は大阪編2日目。前回雨村編最後に次は堀江と言いましたが誤りでして梅田からスタート。今日はリセールショップをメインに回っていきます。まずはカインドール梅田クロス茶屋町店へ行ってまいります。2階に上がると広い店舗内にぎっしりアイテムが迷路のように置かれております。今日は店の奥から気になったものをチェックしていきます。心斎橋アメリカ村エリアもいっぱいいいアイテム出会えたので梅田も楽しみです。では行ってまいりましょう。はい、まず昨年出た AJ6 カーマイン。1991年リリース AJ6 の人気カラーです。過去2度復刻されましたが、その際はお尻がジャンプマンでしたが、今回は91年同様お尻がナイキエアー。まだリセールでも定価付近で買えますが、じわじわ足数減ってきていて、1年も2年も経つと確実にプレーンでしか買えなくなっちゃいますので、狙ってる方は今行った方が吉ですね。6は UNC カラー買いましたが、このレッドもかっこいい。キャップなんかも見ながら別ブロックも見ていきます。これまた昨年リリースの AJ1 ボルドー、僕もこの動画内でご紹介しています。ぜひこのボルドーの動画は最後まで見てみてください。ここぞという時にこれ結構選んで履いてます。21年リリースが続きます。アンブッシュコラボのフラッシュライム、はみ出したスウォッシュとギラギラの蛍光色が強烈なインパクトの一足です。夏は一層こういうライムカラーが履きたくなりますし、映えますね。これも21年、これですね、動画回してなかったんですが、販売後にスクスクのナイキでリストックして出会ってるんですよ。秋田県迷ったんですが買わなかったんですよね当時。そういった意味では思い出深い一足です。キャップも少し見ます。キスとニックスのコラボのニューエラ。キスとニックスのコラボアイテムはこのスニーカーとクルネック購入したんですが、大愛用してます。今大躍進しているブランドエメレオンドレとのコラボのニューエラもあります。つば裏がグリーンになっていますね、かっこいい。シールは裏に貼ってます。皆さん表裏どっち派でしょうか。一足だけナイキ以外も紹介です。マルニというイタリアのブランドのキャンパススニーカー。ミッドソール部分が黒いマジックでラフに描いたような線なのと、ヒールが可愛いんですよ。ほら手書き風にですねブランド名が書かれてます。見る限りほとんど履いてない状態ですね。これはお得なんじゃないでしょうか。はい、まず手始めに1店舗目はこんな感じでした。でこの辺にリセールショップが複数集中していたので、どんどん回っていきたいと思います。次に向かうのがセカンドストリートアーバンテラス茶屋町梅田店でございます。こちらも2階に上がっていくと非常に広い店内になっております。スニーカーゾーンもたくさんありました。見てください、陳列の方法もあの手この手を使ってですね、いろんな場所にいろんなスニーカーが置いてあります。どのようなアイテムに出会えるのでしょうか。ちわくちわく。ということでブラッドカラー AJ3 レッドセメント、2020年マイケル・ジョーダンが6度の優勝を果たしたシカゴブルズの本拠地での NBA オールスター開幕に合わせた粋なメモリアルモデルです。これはデフォルトのシューキーパーもあるので新品ですかね。全く汚れや使用感は感じないです。相場よりも安い。 AJ1 リベリオネア、シャドウのような配色でところどころに They can't stop you from wearing them、 履くことは止めれないよっていう文字と、ヒールには赤文字でモデル名のリベリオネアって言いづらいですね。あの反逆者を意味するバッテン印が書いております。今年のバレンタインの少し後に出たダンクハイライトチョコレート、ホワイトチョコ、ミルクチョコ、ダークチョコを思わせる3色でカラーリングしてます。お腹空いてたら間違って食べちゃいそうな美味しそうなデザインです。はい、この辺りはシュプリームゾーン、2017年のシュプコラボのモアテン。通常エアの文字が入る部分に左右ヒールまで巻き込んでシュプリームの文字が、これはシュプ好きの方にはたまらないんじゃないですかね。でそんなに使用感も感じられない備品でこの値段、新品未使用ならありえないです。これは金額的には間違いなくお得、デザイン的にもかっこいい。これちょっと驚きました。スタイルコードで言うと
98年製のダンクハイシラキュース、24年前のダンクです。若干使用されているもののアッパーも全然綺麗ですし、シュータンの黄ばみも比較的穏やかで状態いいんじゃないでしょうか。これはやばい、お宝見つけてしまったかもしれない。しかも27で3万ちょい。シューレスも去年出た評判悪いものとは全然違いますよね。大事にそーっと棚に戻します。次はちょっと正直使用感あるのは否めませんが、ブレッドの2016復刻版。いやいやいや、さっきのシラキュースといい、ポンってすごいのが置いてます。新品なら2桁万円は軽く超える。中古でもまあ状態に左右されるとはいえ結構なお値段しますが、まずお目にかかること自体がレアなので感無量ですね。梅田やばい。フォースワンハイのブルー、アッパーが濃いめのスウェードのブルー、アウトソールはガムソール。全然使用感ないです。これで6000円弱、安いです。これはアメ村編でも紹介した AJ1 のオプシディアンなんですが、見てください、スニダンのタグがついてます。タグ付きで置いてあるの初めて見たかもしれないです。ある意味レア。これまたたまらん一足が出ましたよ。梅田どうなってるんすか。いやーかっこいいな。これはお尻とか最高ですよ。シュータもフグみたいにプックプクです。ガキツカのめっちゃ初期の笑ってはいけない廃旅館の旅の時に、まっちゃんが部屋から出るたび座ってる座布団にブーブークッション入れられてこんもりしてるんですけど、それぐらいこんもりしてますよこのターン。もう約20年前の一足なのに変な日焼けとかもないですよね。いやこのブラジルカラーかわいいわ。ナイキの創設者フィルナイトへのリスペクトを表現したデザインのようで、ヒール部分には彼のニックネームバックと刺繍されてます。いや手に取っていいもの見れました。続いてシュプリームコラボの AJ5。 これはだいぶ使用感も経年劣化も感じますね。それもそのはず、2015年7年前のアイテム。デザインはかっこいいです。いやーここちょっと秋田県的にはエグかったです。その時のもちろんタイミングとかもあるんでしょうけど、ちょっと興奮でした。関西住んでたらもう週3で見に来てますね。新鮮橋も雨村もやばかってんけど、梅田もやばい。はい、おしゃれな小道を抜けて次の店舗行きたいと思うんですが、そちらは梅田編の後編で。ここもまたやばいアイテム出てきましたんで、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しなく。近日公開です。でこの動画最後は秋田県の飯しばきということで、時系列的にはリセールショップ見る前に腹ごしらえしに行ったお店なので時間戻るんですけど、ぜひ紹介したくて。大阪屈指のグルメタウン福島にある老舗の名店なんですが、もうすぐ解散して6年になる国民的グループ SMAP。 解散後も個々人活躍されてますが、解散前に SMAP という番組内で初めての5人旅という特番があってですね、そこで5人で大阪来てるんですよ。その時に行ったお店がこれから行く格昇というお店で、それがもう当時テレビ見ながら美味しそうで美味しそうで、関西行くならそこ絶対に行こうと思ってたんですけど、やっと行けますよ。ちょっと地理が分からず阪神電車の福島駅から向かったんでちょっと歩いちゃったんですけど、最寄りはこの JR 福島駅です。ここからだとものの数分で着きますので間違えないようにご注意ください。おっと確証ありました。相当昼間混むって聞いたので開店20分前ぐらいに早めに来ました。なのでちょっと待ちます。はい、ようやく開店ということで、先ほどとは逆の入り口から向かっていきます。いやー楽しみー。番組でみんないろんなものを食べてて何頼むかめちゃくちゃ迷いました。この時もまだ頭の中でどうしようか迷ってます。メニューは基本文字だけ。2枚ある写真のセピアな色あせ具合から時の流れを感じます。圧倒的老舗感で、スマップの聖地化していて、多分もともとは食品サンプルとかあったんじゃないかなと推測するんですけど、スマップゆかりのグッズがたくさん置いてあります。このフェルト人形ハンドメイドですよね。5人を模したキューピーだったり、スマスマのコント番組でやったキャラだったり、いろんなものが置いてます。
これからも長く続いてほしいです。では改めてお邪魔いたします。はい、秋田県今回一人なのでカウンターに案内していただきました。奥にテーブル席と小上がり、そしてあの左奥、あそこがスマップ席ですね。あそこがいいって方は予約すれば座れるみたいなんですが、あそこだけ席の時間が1時間に設定されているようなので、ゆっくりしたい方は普通に来た方がいいかもです。でスマップゆかりのものが店内にたくさんあります。2013来たのがもう9年も前なんですね。でメニュー表がこんな感じです。ではオーダーしていきます。まず3品のうちイカ焼きそばが登場、660円。聞こえますかこの音、見た目、匂い、音、あらゆる方向から食欲をそそります。いただきます。うめー、ダントツ1位の味。ソースは甘辛味付けで食べたことないです。いろんなものを注意深くブレンドしたようなシンプルながらも奥が深い味わいです。麺も太麺で非常に噛み応えがあります。キャベツは見た目しんなりですが一部シャキッと感も残ってて素晴らしい焼き加減。イカはおそらく余計な下味はせずに最低限の下処理だけ、それゆえにイカ本来の旨味が楽しめる味わいになってます。とにかくうまい。そして2番目に登場したのが生姜焼き定食550円。昨日も食べたやろがいという声が聞こえますが、これ中井くんとか慎吾ちゃんがうまそうに食べてたんすよ。だからどうしても食べたくて。で味なんですけど、これはですね、言葉が置き去りになりました。秋田県の陳腐な語彙力で表現できるものではないです。もう何も言うことないですね。男だったら絶対好きな味、割と濃いめでガッツリと生姜焼きのあの味が楽しめます。東京にも大好きなこの世で一番うまいと思ってる生姜焼きお店あるんですけど、そこと並びました。最高です。お味噌汁も美味しい。で最後3品目がとん平焼き。キムタクがおもむろにこのソースからし入ってますって聞いて見事当ててたんですけど、その味を食べたくて。で言われたら確かにそうなんです、からし入ってます。このソースが悪魔的にうまい。生地は結構もちもちしてます。薄く焼いた卵と豚肉との旨味が合わさって、下のキャベツと合わせて食べたら超ご機嫌です。正直結構な量でしたが、秋田県の胃袋は宇宙だということで完食。多分普通の方は結構厳しいと思います。何人かでシェアして食べることをお勧めいたします。で店舗の奥にもスマップゆかりのものがたくさん置いてありました。ファンの方にとってはすんごい嬉しいんじゃないでしょうか。カウンターだとこんな感じで作られてるところも少し見れます。いやー美味しかった、めちゃくちゃ満足です。今日の動画はここまでです。この動画が良かった方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。今日はスマップのメンバーと一緒にお別れです。バイバーイ。